皆さんこんにちは、経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄一の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います。草コイン新聞購読視聴規約、ここでねこの動画を一旦見ていただきまして、購入されている方市場から情報を大きな画面で一応一個読みください。すべて承諾できた方のみこの動画の続きを見ることができます。一箇所でも承諾できない方はこの動画の続きを見ることはできません。 LINE 登録してくださいね。そして LINE グループに登録してほしい方は LINE グループに登録してくださいとお書きください。また、動画の、この動画の、ね、感想をお寄せください。ステッカーを販売しております。お問い合わせください LINE でね。はい、では行きます。令和元年5月25日土曜日、暗号資産草コイン中野研究会。今日暑いっすね。昨日も暑かったですけど、外36度とか今日38度ぐらいあると思いますよ。すっごい暑い。エアコンガンガンですからね。外はこんな暑いのに家の裏の小学校では運動会やってました。まあ、このね2週間ぐらいずっと運動会に練習してましたからね、朝から。子供たちかわいそうですよね、こんな暑いのに。本当にかわいそうでしたね、今日はね。まあ無事に終わったと思います。よかったと思います。まあこの、まあ、この時期っていうか毎日ですけどね、裏が小学校なんでね、朝から夕方まで子供たちの声がね聞こえるんですよね。なんか若々しくて、こっちまでね、若くなっちゃうって感じします。もう子供に、エネルギーを与えてもらったって感じかな、本当に。はい、ということでね、今日のお題なんですが、5月の収支報告ですね。FX の収支報告をさせていただきます。FX はね、2回だけエントリーしました。まあ、1月2回って決まってるからね。まあ、決まってるというか、まあ、平均2回かな。レンジブレイクの時だけしか入らないって決まってるんで、2回だけかよと。たった2回だけと。ポジるのね。1ヶ月でね。そうなんですよ。長野研究会のね。まあ、普通の人だったら、1日、まあ、20回も30回もポジション取ると思うんですよね。ポチ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 やってね。利益出すと思うんだけど、まあ僕の長野雄二の手法だと、まあ、2回で十分ですね。はい、それで今月は月利 80% を達成しました。イエーイ月利80ってすごいよ。だってはい、だって今銀行預けたって年利 1% いかないでしょ。 1% いかないでしょ、年間利益、利率、それが1ヶ月で 80% ですよ。 1.8 倍になりました。で、ね、一応計画通りなので来年の年末には2億5000万になるかなと思ってます。はい、それではちょっとウェブですね。まあ、ウェブというか MT4 ですね。 MT4 で確認しましょう。これ、まあ、ドル円しかやってないんですけどね。ドル円のこれは月足ですね。ちょっと見にくいですね。それでですね、これちょっとね、画面大きくするとマウスポインターがずれちゃうんですけど、まぁ、ちょっとうまく見てください。ここを見るとですね、MT4、MT4、これか。はい、残高1万8000。まぁ、1万円入れたんですよ。ね、5月1日に。1万円入れて、1万8000になったと。だから、まぁ、80%。1.8 倍で 80% ですよね、月利がね。で、これクレジットっていうのは、ボーナスポイントですね。今ね、5万ドル、あ、5万ドルじゃなくて500ドル。まあ、いわゆる日本円で言うと約5500円まではね、入金すると倍になるんですよね。だから1万円入金すると2万円になるんですよ。1万円、残高は最初1万円だったのね、5月1日は。で、クレジットすると、ポイントなんですよ。もう1万円。で、有効証拠金2万円から始めたんですよね。だから、実際問題は、1万円入金したんだけど、
クレジットポイントが1万円あるから、まあ、2万円から始めたって感じかな。だから2万円が、2万8000円になったので、実際問題は月利 40% なんですけどね。はい。ただ入金ベースでいくと月利 80% ですね。はい。それで、これ、そうですね。で、こう、口座履歴を見ると、最初の方、最初1万円入ってですね、1万円入れて、0.2 でやってるんでね、0.2ロット、いわゆる2万通貨ですね。日本の口座、取引口座でいうところ2万通貨でやってます。最初はね。で、まあ最初の1回目は別々に決済されたみたいで、1840円と960円。ちょっとよくわかんないですけど、どうやって。まあ最初、そうですね、こうやって、2800円ですね。最初は2800円。最初の1回目のポジションは2800円利益出て、2日前の夜ですね、5200円出ました。それなので、2800円と5200円足して8000円ですね。8000、1ヶ月やったら8000円かよと。1ヶ月もう時間あるのに、8000円しかやってないのかと。まああと来週ありますけどね。来週はでも、まあ月末なんで、あんまり動かないかもしれないですね。こういう時間足ですけれども、まあ、下行くかもしれないですね、これね。はい、5年に一度のレンジブレイク、やっぱ下ですね、これね、どうしてもね。ずっとガチをして持っててもいいかもしれないけれども、ドル円ショートだとね、スワップポイントマイナスがつくので、ちょっと、日をまたぐとですね、金利が発生しちゃうんで厳しいよね、やっぱね。どうすればいいでしょうか。そうですね。ちょっと違うので見てみようか。これ見たらどうかな。ちょっと見にくいですね、これね。これはどうかな。5年に一度のペナントフラッグの先来てますもんね。で、下ブレイクしましたね。どうしてもブレイクしましたね。ここは、1月3日のフラッシュクラッシュですけど、ブレイクしたんで、もう少し様子見て、下行くようでしたら、まあ、ショートなんでしょうね。下行く、世界経済悪いです。世界経済悪いですからね、今ね。先行き不透明で、あらゆる経済指標がマイナスですから、やっぱり75円まで落ちるんだろうな、1ドル75円まで。また、日本の電機メーカーとか自動車メーカーとか結構潰れるんじゃないですか、これ。まあ、金融機関もね、潰れるかもしれないですね。厳しいですね、非常にね。まあ、これを見てると、今年の10月のですね、消費税 10% はちょっとないかなと。あと、衆参、同時選挙になりそうですね、これね、見てるとね。はい、それで、なんでね、なんで一月2回だけで2億5000万なんのって。来年、来年だから、あれですよね。東京オリンピックの年ですよね。で、それは複利計算でやるんです。FX 複利って入れるんですよね。FX 複利って入れると、これですね。FX 戦略研究所さんの FX 複利運用計算シミュレーターが出てきます。これ本当に素晴らしいホームページです。ありがとうございます。いつも。で、投資資金は2万円ですね。はい。まあ1万円で2万円になりますからね、今。まあ5万円入れると10万円になりますよね。まあ、10万円入れると10、まあだから、あれですよ。最初の5万、まあ、1ドル100円だと考えると、最初の5万円、が倍になるんですよ。で、あとの45万円が 20% アップになるんで、例えば、そうだな、10万円入れると、最初の5万円が倍になるでしょ？だからもう10万でしょ？あとの残りの5万が、20% アップになるんで、5万が6万になるんですよ。だから、10万円入れると16万になりますね。
はい。で、当初2万、1万入れて、今1万8000円ですけど、まあ、1万入れて2万円ですよね、当初資金が。で、レバレッジはまあ100倍ぐらいをやってます。でね、皆さんね、勘違いしてるんだけど、XM っていうのは、口座開設するときとか、口座開設した後でもですね、レバレッジ変更できるんですよ。最大レバレッジを。最大レバレッジを変更できるんだけど、それ枠なんでね。最大枠なんですよ。それで、1ピプス、1ピプスじゃなくて、0.1 ロット1万通貨でも、0.2 ロット2万通貨でも、1ロット10万通貨でもね、10ロット100万通貨でも、888倍になって、トレードしてんのかって言うと、そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、証拠金に対しての、投資ロットが増えるか増えないかだけなんです。だから、証拠金に対する、かける、まあ、投資できる、余剰証拠金に対するですね、なんて、投資できる、ロット数が増えるか減るかだけなんですよ。だから一応枠は大きく取っといて、それで少なくかけるというのが一番いいと思います。で、そこら辺ね、資金管理をうまくできない人いるんですよ。そういう人はですね、自分の感情をですね、制御できない人ね。うん。負けると頭が変わってきちゃってね、すぐまたやっちゃうんだよね。で、そういう人は、確かに、最大レバレッジ100倍とかね、50倍とかに抑えておいた方がいいかもしれない。25倍とかね。抑えておいた方がいいかもしれない。そうしないと、まあ、どんどんかけてなくなっちゃうからね。うん、かけられないようになるからね。例えば最大レバレッジ25倍にすると、1万通貨かけるのに4万4000円、ん ?0.1 ちょっと1万通貨かけるのに4万4000円必要になるでしょ。そうだよね。そう、25倍だとね。最大レバレッジ25倍だと。888倍だと、0.1 ロット1万通貨かけるのに1250円でいいんですよ。まあ、これは、ドル円レートによって変わりますけどね。だから、1250円で良ければ、まあ、1ロット10万通貨かけるのに12,500円でいいですよね。だから、結構いいんですよ。100万通貨かけるのに、12万5000円でいいのでね、20万円も入れとけば、20万円も入金しとけばですね、100万通貨かけられますから、100万通貨だと1ピプス1万円取れるんですよね。だから1日、まあ、5万か10万なんて結構余裕で稼げていけるので、まあ、20万あれば食っていけんだよね、実はね、XM ではね。まあ、1月100万から200万。うん、100万、そうだね。それで、ニコニコ生の主のシスさんじゃなくて、グフフさん ?GFF さんは、手持ち資金10万、30万だったかな ?30 万円で、3ヶ月間で6億円にしましたからね。まあそういう風にできます。で、レバレッジ100。1日の獲得って書いてあるんだけど、これ1回のね。1回の獲得ピプス数を、まあ、IFO 引っかかったやつだよね。これ30ピプスにします。これはレンジブレイクしかやらないのでね。30ピプスはすごく控えめです。はい。で、計算します。で、これで今やっててですね、中野研究会で毎晩ね。毎晩みんなでやってるんですけど、5月1日から始めて、5月は2回しかポジションいらない予定ですから、まあ、最初2800円が、まあ、3000円の予定が2800円。2回目が6000円の予定が5200円だったんで、5月はですね、2万円を2万9000円にしなきゃいけなかったんだけど、まあ、2万8000円になりましたね。はい、だから1000円足りなかったんですけど、まあ、まあまあ予定通りだね、5月ね。あと1000円足りないから来月ちょっとプラス1000円しないと。で、6月も2回ポジる予定です。これレンジブレイク2回ぐらいしかしないかなと。まあもっとしてんだけど、IFO 引っかかるのを結構、僕は両立てはしてないですよ。両立てなんか、意味ないから。両立てとか難品とかね、土点とか全然意味ないですからね。やったらアウト。あとは、ピラミッティングって言って追加投資ね。順張り追加。順張り追加も
良くないし、まあ逆張り追加が難品ですよね。逆張り追加が難品、順張り追加がピラミッティング、土点、土点と土点は順張りだよね。あとは、あの一番悪いというか全部悪いんだけど、あ、これもやっちゃいけないですよね。両立て、両立てはあの手数料だけ取られて終わりですからね。はい、両立てはあのマイナスの方から外していかないと、資金なくなりますよね。余剰資金がなくなりますよね。でこれが6月ですね。6月は6000円と9000円で1万5000円取ればいいと。でこう7月、今年の7月ですよ。来月、再来月は1万2000円と1万5000円なんで、0.4 ロット、だから4万通貨と5万通貨でかけていきます。で、2万7000円取って、これ8月は、4万2000円ですね。で、ずっとやっていくと、今年の年末は、5、6、7、8、9、10、11、12でしょ。だから8ヶ月間あるでしょ、5月からだと。で、1月2回だから8に16ですよね。だここが12月の2回目ですよね。で12月は15と16なんで、1回目が12万6000円、2回目が16万2000円取るのでね、そうすると28万8000円ですね。1月28万8000円の利益です。そんで一応まあ最初の2万円が75万8000円になると。今年の年末ね。でここで、お孫さんにお年玉あげてやりしてくださいということですね。あとクリスマスプレゼント買ってくださいとお孫さんにね。そしてここから来年の1月になるわけですよね。来年の1月は、1回目が20万7000円、2回目が26万4000円取ります。で、来年の年末って言うと、1年で12ヶ月あるんで、1月2回しかポジション取んないから、24ですよね。で、今年が16なんで、16たす24で40ですよね。40回目ですよね、ポジションがね。で、40回目は、どうなるかというと、これね、来年の年末は、はい、この総資産がね、100万1000万、2億5373万円ですね。で、一応この計画通りやってます、今ね。長野研究会ね。んで、もちろん僕よりも、なんか多く取れてる人も結構いる。うん。あの、数字はあくまでも参考なので、みんながみんな、あの、同じポジションでね、やってるわけじゃないし、あの、かけるのも、まあ僕は1万円からやってますけど、まあ10万円からやってる人もいればね、50万円からやってる人もいるから、だから、もっとね、もっと早く2億5000万になる人もいるんですけどね。で、来年の年末12月のですね、最初の1回目のポジションで4200万、4286万4000円取りますね。で、2回目が5462万4000円ですね。でね、XM ってね、あの、500万ロット、あ、500万通貨、50ロット、500万通貨単位しか最大単位かけられないので、あ、だから、あれですよ、IFO をね、複数かけるんですよ、550ロットずつね、500万通貨ずつ複数かけると、こう、14288ロットとかかけられ、14288万通貨とかかけられます。全然余裕で大丈夫です。一気に取れます、これね。あの、500万通貨ずつ分割してかけるんですよ。これ全然大丈夫なんだけど、あともう一つね、多分皆さんね、FX 億万長者になった時ないからわかんないと思うんだけど、XM にはね、VIP 口座っていうのがあるんですよ。それで、あの、自分の担当のね、マネージャーになってる人いるでしょ、まあ、管理画面で問い合わせ先があるでしょ、日本人なんですけど XM のね、その人に、資金、余剰資金多いので、あの VIP 口座で取引したいっていうとね、これ外れますから、はい、最大取引数500万通貨50ロットっていうのが外れてね、結構大きなロットを 一気にかけられますから、これはね、ラスベガスのね、カジノ行った時に、まあ VIP ルームってあるんだよね。で、まあ飛行機代とか、まあファーストクラスでね、日本からロサンゼルスから、
バス、あ、リムジンか。ただですから、全部宿泊料とかもね、VIP っていうのが、VIP メンバーシップっていうのがあってね、まあ、それに入れば、なんか皆さんその制限言ったりしてんだけど、いや、僕、当の昔に忘れてたんだけどね、あ、そういうのあったなと思って、はい、そうだ、50ロット、500万通貨、500万通、あ、500か。500ロット、5000万通貨だっけな。あ、じゃあ、50ロット、500万通貨か。の単位しかかけられないから、まあ、500万通貨じゃ、もう全然話になんないよね。500万通貨だとね、ここら辺なんですよね。ここら辺、25回目。で、1回で144万しか取れないんですよ。まあ、30ピップスしか取ってないけどね。1回で144万で、これが限度でね、何回もやれって言ったらもう無理だから、1億円ぐらい大変だからね。はい。だから、それだったら、まあ、VIP 口座に変更すれば、複数のポジション取らなくても、一発ポジションでね、18,208万通貨ってかけられますからね。はい。これいいんじゃないでしょうか。で、2億5000万ですね。まあ、1回のポジションで、今、来年の12月の1回目4200万、2回目5400万。まあ、この来年の1ヶ月で、9600万、9700万ぐらい稼ぐね。まあ、1億円ぐらい稼ぐね、1ヶ月で。まあ、でも、1ヶ月で1億円稼いだっていうのは別に普通の話だもんね。まあ、どうしたのって感じですけどね。はい。ということで、中野研究会では一応今のところは計画通り進んでるということですね。はい。皆さんの中でもですね、FX やり方わかんないとか、まあ自分なりにね、FX やってんだけど、なかなか資金が増えていかない人はですね、どうぞ中野研究会に入ってみてはいかがでしょうか。それでは今日もまだまだね、夕方暑いので、もう扇風機じゃかなわないからエアコンつけて涼んでください。そしてかき氷でも食べてください。それでは、水分取ってくださいね。では、千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。また会いましょう。失礼します。